5年ほど前に日本語科をまあ開設しまして、そこの学生数が100人を超えるような段階になってきた時に、やっぱりこう身近に悩みを聞いてくれるのは同国人だったり同じ言葉をしゃべる人の方がいいのかなと思って、うちの卒業生の中から、まあ、特にこの子いいんじゃないのかなっていう子を採用して、今その仕事をしてもらってます。基本的にはその今合計でうち250人ぐらいなんですけど、まあ、外国人の留学生数を1000人ぐらいにしたいと思っていて、彼には今はその同国人の悩みを聞いてあげたり、お世話をしたり、まあ、それと日本人の先生との間をつないだりというようなことをやってもらってますけど、まあ、長期的にはですね、外国人も行って戻って募集してくるとか、それからその1000人にするための、まあ、本当に戦略を一緒に考えてもらうとか、そういう実際的にうちの社員と変わらない、まあ、立場でですね、活躍してもらいたいなと思っています。だんだんその日本で勉強して、まあ、日本語を勉強して、それから資格を取ったり、それから大学を出て学歴を取ったりして、まあ、就労ビザを得て日本で働く、そうするともう頑張るとこれから5年ぐらいで永住権も取れるようになります。だということは日本社会の一員になっていくということが基本的にあるんだと私今思ってるんですよね。で、僕外国人労働者って言葉大嫌いで、日本のようなもう人口が減少しかかっている国においては、外国人に参加してもらうと、日本社会に外国人が参加してもらうという感覚を、まあ、みんな持つべきじゃないかなと思ってて、だその外国人参加型社会の実現ということを、まあ、自分なりに大変大きな目標なんだけど、おこがましいですけど思ってて、そういう観点でいくとですね、やっぱりその日本語科を出て、例えば専門学校を出て、例えば自動車整備士になりましたという時に、いくつか道はあると思うんですけど、やっぱその勤めた会社で3年5年勤め上げて、日本社会の仕事の仕方とか、もちろん技術を磨くとか、いろんなことで力をつけて、その後その国に帰って自動車整備工場を開くということは一つの道ですけど、まあ、そのまま日本で独立することもあるでしょうし、まあ、日本企業の現地駐在員として自分の国に戻るっていう凱旋の道もあるでしょうし、まあ、そういうふうに長いスパンで考えて、今稼ぎがいいからこの仕事に就こうっていうんじゃなくて、もうちょっと長いスパンでものを考えて、勤めていただけるような、勤めていけるような、そういう留学生を、まあ、求めてもいるし送り出してもいきたいと、まあ、そういうふうに思っています。